これまでのエヴァンゲリオン。人の作り出した究極の汎用人型決戦兵器、人造人間エヴァンゲリオン。イカリ・シンジ君、あなたが乗るのよ。出撃。こんなの乗れるわけないよ。乗るなら早くしろ。出なければ帰れ。逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ。僕が乗ります。エヴァは使徒に勝てる。使徒を倒さぬ限り我々に未来はない。15年前、セカンドインパクトで人類の半分が失われたわ。今使徒がサードインパクトを引き起こせば、今度こそ人は滅ぶ。なんで僕はここにいるんだ。信じられないの、お父さんの仕事が。どうせ僕はエヴァに乗るしかないんですよね。そのためだけに父さんに呼ばれたんだから。だから僕はエヴァに乗るしかないんだ。エヴァのパイロットを続けるかどうか、あなた自身が決めなさい。もう一度乗ってみます。あなたは死なないわ、私が守るもの。彼は逃げずにエヴァに乗りました。自らの意志で降りない限り彼に託すべきです。頼むで。頑張るよ。頑張ってね。さよなら。私には他に何もないもん。アイナミ、こういう時どんな顔すればいいのかわからないの。笑えば人もよ。運命を仕組まれた子供たちか。式並みアスカ・ラングレー隊員、エヴァ2号機担当パイロットよ。あんたバカ。エヴァに乗ってて嬉しい人もいるんだ。苦手なのね、お父さん。初めて褒めてくれたんだ。よくやったな、シンジ。初めて褒められるのが嬉しいと思った。人類保管計画、ネルフは裏で何をしようとしてるの。カツラギを守ってくれ。イカリ君と一緒にいるとポカポカする。それって好きってことじゃん。君面白いね。あなたにはエヴァに乗らない幸せがある。目標って言ったって、アスカが乗ってるんだよ、父さん。そいつは使徒だ、我々の敵だ。やめろ。悪いの、父さん。また逃げ出すのか。嫌なことから逃げ出して。何が悪いんだよ。僕はもうエヴァには乗りたくありません。そうやっていじけていたって何にも楽しいことない。イカリ君がエヴァに乗らなくていいようにする。僕はエヴァンゲリオン初号機パイロット、イカリ・シンジです。綾波よ、返せ。生きなさい、シンジ君。あなた自身の願いのために。私が消えても代わりはいるもん。綾波、来い。ごめんなさい、何もできなかった。いいんだ、もうこれでいいんだ。セカンドインパクトの続き、サードインパクトが始まる。時が来たね。世界が終わるのよ。イカリ・シンジ君、あなたはもう何もしないで。僕は乗らなくていいんですか。変ですよ、ミサトさん。急にこんなことになってて、わけわかんないですよ。あれから14年経ってるってことよ。私たちはビレ、ネルフ壊滅を目的とする組織です。僕はカオル、渚カオル。君と同じ運命を仕組まれた子供さ。エヴァンゲリオン第13号機。時が来たらその少年とこのエヴァに乗れ。エヴァにだけは乗らんでくださいよ。レイはもういないのよ、シンジ。クソだ。一度覚醒しガフの扉を開いたエヴァ初号機はサードインパクトのトリガーとなってしまった。全てのきっかけは君なんだ。あの時助けたよね。知らない。始めよう、不意打ち。ガキ、シンジ、またサードインパクトを起こすつもり。カオル君のために、みんなのために槍を手に入れる。そうすれば世界は戻る。そうすればミサトさんだって。ミサト、DSS ジョーカーを。ダメだ、シンジ君。やめろ、バカガキ。なんだよこれ。フォースインパクト、その始まりの儀式さ。僕のせいなのか。僕が槍を抜いたから。これが命令。そんな顔しないで、また会えるよ、シンジ君。カオルが。いいことなんかないよ。本当にガキね。償えない罪はない。希望は残っているよ、どんな時にもね。